はい、どうも、しがない数学とです。今回は、灘中の入試の受験結果を書いた紙が、なんと発掘されたんで、それ紹介していきます。まず、灘中入試の点数配分から説明したいんですけど、灘中入試は、国語、算数、理科の3科目で、国語200、算数200、理科100点満点で、合わせて500点満点で合否が決まるって感じですね。面接とか、内申もあるけど、内申の方がほぼ、基本関係なくて、基本的に点数の500点満点で決まります。で、その僕が受けた成績の合格通知の成績、こちらです。バン。はい。じゃあまず一番コンテンツ力がない理科から見ていきましょう。理科100点満点中、受験者平均が65点で、自分の得点、66。微妙。微妙すぎ。しかも、これ合格者平均じゃなくて、受験者平均なので、これ合格者、の平均点より多分低いですね。で、理科は、僕、得意でも、不得意でもないし、普通やな、みたいな。なんか、物理系の雰囲気のは、まだいけたんですけど、問題なのは、その、生物系と地学系が、なんか、もう覚えるのめんどくさいし、結局、あんまり得意ではなかったですね。僕一番得意やったのが、灘受ける人ならわかる。受けようとしたことある人ならわかると思うんですけど、今もあるんかな、水な水と塩酸混ぜまくって、なんかごちゃごちゃ、その後なんか抜いてみたいなことやるやつな。水な水っていうのは、水酸化ナトリウム水溶液。で、中学入試では大体水な水って、要はその板書に水酸化ナトリウム水溶液って書くのは先生めんどくさいんで、いつも水な水って書いて、で、大体水な水でみんな覚えてますね。で、水な水で塩酸混ぜて、中和反応が起きて、うんちゃらかんちゃらみたいな問題が、大体、理科で確定で1問出るんかな。今はどうかわからないですけど、僕の時代はそうでした。はい、じゃあ次、算数いきます。算数はね、僕ね、小学校の頃から得意やったんですよ。僕、僕は浜学園の岡山校で、勉強してたんですけど、浜学園はね、もう灘の御用達なんで、灘受験者の御用達塾なんでね。ベテランズさんもそうだったように、多分ね、僕のらの時代は多分浜学園出身者が多分半分ぐらいかな。灘の半分ぐらいが浜学園出身ってぐらい、その浜がね、そのウェイトを占めてるんで、今は多分他の塾も台頭してきてると思うんですけど。で、算数、受験者平均は 137.8。で、僕の得点が172でしたね。で、算数200ってあるんですけど、200点満点のテストじゃなくて、100点満点のテストを2回なんですよ。灘の受験って2日に分かれてて、1日目が国語、算数、理科を100点ずつのテストやって、2日目に国語と算数100点ずつやるって感じなんですよ。で、1日目の算数は僕結構できて、多分1問ミスから15問ある中の1問ミスくらいやったんで、多分90何点とか多分取れてるんですよ。多分僕の感覚ではね。確かそんぐらいの感覚で1日目終えたんですけど、2日目がね、ちょっと微妙で、あんまその最後の問題、その最後の方の問題が割と解けんかった記憶がありますね。で、172なんで、これは OK ですね。でもこの年は算数結構簡単やった年で、全体的に液化した年やったんですけど、周り聞いたら、入学後聞いたら算数200点やったとかいう、バケモンも存在するんで、そこと比べてあかんかなって感じですね。じゃあ次、国語。受験者平均 138.3。僕の得点。129。低い。でも、これ正直僕的には頑張った方なんですよ。浜学園にいた頃、国語が引くほど苦手で、国語1、1日目にある国語。1日目にある国語はどちらかというと、慣用句とか、漢字とか、そういう文章題とかより、そういうのが問われる。外来語とか、そういうのが問われるんですけど、僕、灘中模試っていう浜学園の模試で、1日目の国語1の、点数が全体でワースト2位っていう結果を取ってしまって、俺国語で頑張るのはもう無理なんやなって諦めようと思った経緯ありますね。なんで、受験者平均よりも低いのはもう自分の中で前提としてあって、算数でいかに稼ぐかっていうのが僕の灘中入試の考え方やったんで、そういう意味では国語も平均以下やけど耐えてくれたかなって感じですね。で、合計得点は367。500点中367で、受験者平均は341点。20点ちょい超えてるって感じですね。で、問題はここ合格者最低点なんですけど、合格者最低点は362ということで、あと5点でしたね。危ねー。ギリ。めちゃギリ。
めちゃギリで受かってますね。僕も気づいてたんですけど、もうこれがその合格発表で張り出されてるんですよ、体育館に。で、僕の受験番号が119番で、あった、よっしゃーって思って、で、これも、その、この紙ももらえるんですよ、その。紙もらえて、で、紙もらいに行って開けたら、結構ギリで受かってて、そこには浜学園の先生もいらっしゃって、お前危ないやんけ、みたいな話をしましたね。で、合格者最高点が449点で、まあ、これはただの化け物なので気にしないようにしましょう。はい、というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。